まず、まあ、1年前やっぱりルーキーという1年で経験不足っていう部分もあって、まあ、チームメイトから本当にいろんなことを学ぶことがすごく重要だったんですが今年に関してはやっぱりチームを引っ張るという意味で、まあ、チームメイトから学ぶんじゃなくて、まあ、自分の知っていることをできる限り使ってしっかりそれをチームに貢献できて。 いいいい作れればなななと思いますすプレッシャー自体はそんんに感じないんでが、えー、やっぱりその、まあ、立場としてチームを引っ張れる立場、まあ、それを2年目にできるっていうことを、まあ、自分の中では本当に感謝しつつでもやっぱりそれなりにプレッシャーを感じてチームをしっかり引っ張って。 チームに貢献できることが、まあ、この先自分の評価にもすごくつながると思うので、えー、今年一年はそういう一年かなと、まあ、自分なりに思ってやっていってています去年自体本当に、えー、最初のレースは、まあ、厳しいレースが続いてたんですが、まあ、今年は本当にいろんな、えー、インタビューでも言った通り。 まず本当に第一線からポイントを取ってコンスタントに1年間ポイントを続けるっていうことはすごくチームにとって僕自身にとってすごく大事だと思うのでそれをしっかりやり遂げれるようにまず今のテストでしっかり車作りをしていってます。ごくいい流れで 行ってると思うんですが、あの多少やっぱりトラブルがあって今のところまあすごく満足な状態ではないですけれども、まあ車の、えー、まあこの状況、まあ全体的に見るとあの車はすごくまあポジティブに受け止めています。ただもちろんそのシーズン行くにつれてもちろん他のチームが開発をして。えー まあそれれがいい時悪い悪あるかもしれないですけど僕らは本当にやっぱりいろんな状況どんな状況であっても常に車を開発何か問題があると本当にすぐそれを直すような開発の速度を本当に早めていってしっかり1年間開発を遅れることなく戦えればなと思います。リアウィングに関しては まあ本当にオーバーテイクするチャンスはもちろん増えると思うんですがただやっぱりみんな使い慣れてなかったりすると、まあ、その分リスクが伴うので、あのーまあ、オーバーテイクをできると思うんですけども、まあ、それが本当に結果につながるかっていうのは、まあ、今のところ、まあ、疑問な部分はあります。ただ、あのー、なんていうんですか効果としてはすごく大きいので、えー、ぜひそれを使ってやっぱりそれが最終的にはすごく大きなアドバンテージになると思うので。えー それれででいいレースができればなと思います、ねまあ F1 ドライバーにやっぱり重要な部分っていうのはこれといって何っていうのはないんですけども多分全体的にまず速いことは大前提でプラスやっぱり全ての要素っていうもの、まあ、それが、えーまあ、冷静さであったりやっぱ駆け引きに強いとか、まあ、そういう部分で。 やっぱりいろんな部分の要素がすごく必要でやっぱりもう一番やっぱり僕が重要だなっていうのはやっぱチームとのコミュニケーションを取る上でやっぱり人間としてそれを他の国の人に信じてもらえるということがすごく重要だと思います、えーまあ、まあスピードと言われるみんなはやっぱりエキサイティングとか、まあ、そういうことを答えると思うんですけど、まあ、僕の今の状況でいくと完全にこれが仕事で。えーまあ、単純に やっぱり早くレースを終わってその時にチームがどういう評価をしてそれに対していい仕事をしたなって言われる、まあ、それが本当今の僕のスピードに対するあのなんていうんですかねまあ考えてですかねあ、まあ、今の段階では家っていうものがほとんどない状態でえほとんど、えー、この1年。 多分ホテルです暮らすことになると思うんですけども、あのー、まあこれが本当に仕事の一部で、えー、今の生活リズムで、まあ普通の人から聞くとやっぱりすごく特別なまあことをしているように思うんですが、まあ自分の中ではこれが当たり前と思って、えー、まあこれと言って落ち着ける場所は今の段階ではないかなと思いますね。えー、やっぱり日本人のファンに対して本当に。 えー、鈴鹿に行った時もそうだったし、すごくいろんな声援、大きい声援があって、えー、去年はいいレースをできて、えー、本当に感謝してます、ただやっぱり、えー、やっぱり最後、日本人が不安で、僕が生き残れて、本当にそれをまず、いろんな人の,その日本の会社なり、まあ、僕の場合はトヨタだったんですけど、そういうところのサポートがあって、やっとここまで来れて。 逆にまあ自分が独り立ちしてここで本当に一人で F1 の世界でやっていけるっていうことをやっぱりこれから証明してやっぱりこれから先に若い子たちが本当に夢を見て F1 を目指せるっていうえ状態をこの先作れればなと僕は思いますだからまああんまりプレッシャーっていうよりもまあ自分の中でどれだけ今までやってもらったことを返せるかなっていうことを。 えー、メインに考えてるのでやっぱりそういうなんていうんですかねそれをプレッシャーに感じるんじゃなくてまあ一つのなんていうんですかね仕事だと思ってそれを最後までやりたいなと思います。うん、まあ基本的に休みの日があったら、まあ、寝てるかあの、まあ、体を動かしてるか、まあ、最近は昔はね結構よくショッピングとか行ってたりしてたんですけど。 あの最近はそういうことも結構減ってきてできるだけ時間があれば体を休めるっていう方向にまあもちろんまず一つの目標はまあこの F1 でまず1勝するっていうことがすごく僕にとっては重要なんですが。 やっぱり常に目標は僕は変えていきたいなと思っていて、えー、自分自身まず一つの目標をクリアするためにまず一生目指して頑張っていきたいなと思います。